いただきます。うん、これ美味しい。今日も無糖。確かに珍しい。どうしたの？これに合うかなと思って。確かに。うん、コクがあってしっとり。蜂蜜だよね。うん、なんか蜂蜜の風味がすごいして、うん、すごいふわふわしてる、うん、ふわふわなのにしっとりしてて、うん、で後から蜂蜜の香りがふわっと、うん、蜂蜜入れると焦げやすいというか、焦げ目がつきやすくなるんだけど、それがなんかカステラっぽい感じも感じる。なんかすごいね、この蜂蜜の香りで、ディズニーランドのハニーハントを思い出すね。あれってそんな蜂蜜の香りしたっけ？え、しなかったっけ？何するんだっけあれ。うん。蜂蜜食べたいよ。って言ってるよね。いや、全然詳しくないからな。すごい人気なさ、乗り物とかってさ、2時間待ちとかじゃん。あれがね、行ったら楽しいんだけどさ、暑い日とか辛いよね。無理だね。トイストーリーマニアだって。はいはい。なんか、バン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 ってやるでしょ。もうあれがね、もう、並んで、並んで。何時間並んだ？ 3、4時間じゃない？だよね。まあ、今はね、行ってもね、ジェットコースター乗れないからさ、何歳以上とかあるでしょ。うん。It's a small world 乗ってるしかないよね。なんでそれ、黒い川がないの？え、黒い川美味しかったんだよね。美味しいから先に食べちゃった。うん。でも並ぶのがね、いつはスモールワールドとかですら多分並ぶでしょ。でも、前さ、香港のさ、うん、ディズニーランドも行ったじゃん。うん、あれ良かったよね。そう？全然並ばないの。ああ、まあ確かに空いてたね。全然並ばなかったよ。香港だから暑いんだけど、うん、でも全然並んでなくって、うん、ランド内も全然人がいなくて、東京の多分5分の1とか、うん、乗り放題だし、ただディズニーランドってさ、キャストの人の対応がすごいじゃん、東京って、うん、いらっしゃいみたいな感じでさ、うんうん、もうみんなニコニコして、掃除のお兄さんもさ、ウキウキしながら掃除をしているみたいな感じなんだけど、うん、香港は暑い疲れたみたいな感じがすごい出てて、めっちゃそれが面白くって、今日のディズニーランドだと思って香港に行くと、あ、全然違うなみたいな。いやー、もう行かなくていいでしょ。なんで？空いてるからって、同じのに何回もぐるぐる乗るじゃん。ジェットコースターみたいなやつぐるぐる乗ったでしょ。わかんないけど、うん、日本のより激しいんじゃない、向こうのやつ。そんなことない。なシートからピュッってなる感じ、こう離れそうになるのを、あったね、バーで抑えるみたいな。そうだ。うん。そしたら何回か乗ったせいで、うん、ポケットに入れてたスマホが耐えられず、スマホの画面が粉砕するっていう事件が発生したの。もう最悪じゃん。そっからもスマホ使えないんだ。確かに。上半分しか使えない。ね、香港の悲劇。香港行ったらさ、うん、物が盗まれるとかそういうのをめちゃくちゃ気にしてさ、うん、行動してたのにさ、まさかのディズニーランドでスマホ粉砕っていう、うん、そうね、落としてないのに割れてるんだよ。ごちそうさまでした。今日の何点ですか？見てこの山、うん、確かに見た目も含めて100点。